アニメディスカバリーラジオ。 こんばんばはアニメステラー MC のサッシしゃです皆さんこんばんは同じく MC の朝香ですはいこの番組は日本アニメ60年の歴史に名を刻むアニメ作品を宇宙に輝く星々に例えその輝きの秘密に迫るアニメ「ディスカバリーラジオ」ですはい東京の NHK 放送センターから国内向けにはラジオ第一放送海外には NHK ワールドラジオ日本を通じて全世界の皆さんに生放送でお伝えしていますはい日本国内の方はスマートフォンでラジオが聴けるアプリ NHK ネットラジオラジルラジルそして民放 ラジオ局の放送が聞けるアプリラジコでもお楽しみいただけますアニメそれは無限の想像力が織りなす宇宙作品の輝き生み出す人たちとの出会いを求めて 旅は今夜も続きます今夜の目的地はサイコパスサイコパスは近未来の日本を舞台にしたクライムサスペンスアニメです 人間の心理状態を数値で表す巨大監視ネットワークシブラシステムサイコパスの俗称で呼ばれるこの数値は治安維持に活用されていました実際に罪を犯していなくても犯罪係数が高い潜在犯は取り締まりの対象となってしまうのです取り締まりを行うのは犯罪係数を測定する銃ドミネーターを手にした厚生省公安局刑事課の刑事たち 訓練施設を首席で卒業した恒森茜は監視官として刑事課一係に着任します監視官の役目は高い犯罪係数を持ちながらも刑事として潜在犯を取り締まることを許された執行官の管理と監督茜は執行官の鴻上信也やもう一人の監視官である犠座信親らと共に潜在犯たちと対峙します さまざまな事件に遭遇する中でいつしか刑事たちはシビュラシステムの真実に近づいていくのです最初のテレビシリーズは2012年から放送がスタートアニメ「魔法少女窓ンマギカなどでおなじみの脚本家室渕源さんがシリーズ原案を ドラマ踊る大捜査線の監督元博勝幸さんが総監督を務めたことでも話題となりましたね2014年にはテレビシリーズの新編集版と新たなテレビシリーズ2が放映されました、はい、その後劇場版の公開と劇場3部作シナーズオザシステムこの公開を経て テレビシリーズの3作目となる3も放映です、はい、そして2020年には劇場版サイコパス3「FirstInspector」が公開され現在はその前日誕となります「Center of the System:Case3」「恩衆の彼方に」とテレビシリーズの「3」をつなぐエピソード劇場版「プロビデンスが公開中ですそうなんですよね、えー、本当に作品も多岐にわたってますがゲストをご紹介しましょうシリーズ監督塩谷直義さんですこんばんはこんばんははじめまして えー、シリーズ監督サイコパスを続けております塩谷直志です今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますし,いします,そ,すそれでは早速ではありますが塩谷さんと一緒にサイコパスのこれまでの奇跡をたどっていきましょうサイコパスの輝きに迫るステラーワードはドラマのレイヤーを重ねる えー、まずはまあこの「サイコパス」監督をしている、えー、塩谷さんですけれども、はい、あの総監督が本宏克行さんという形でスタートしたわけですけどやっぱり分担としてはど,どういうふうになかなかこう素人だと分かりにくいんですけど本宏、えー、さんが作品にわ、まあ、アニメーションの作品に関わっているのはシリーズの1作目のと劇場版の1作目までなんですけれどもこれ難しいんですけど本宏さんの。 分役割は僕を守ることだったんですよね。守ることもともとドラマの方ですよね。そうですね。えー、で,で,でアニメ好きでっていうこで,そうですね。であのアニメーションの畑から僕が、はい、で技術者から元ゆさんが来て、はい、で一緒にプロダクション IG としてアニメーションを作ろうって企画が始まってて、はいえー、で,でその時にその与えられたんかこうこういうものを作りたいねって。 こういうテーマというかこういうものが作れれば僕はいいからあとは作ってねっていう方あとは僕が木さんは僕のこと「しゅうちゃん」って呼んでるんですけど「しゅうちゃんを守るから」っていう感じでずっと始まったのがこのサイコパスの初めの流れと、えーえ。そもそもどんなテーマをこう投,げ出され投げられたんですかそれがあの、ま、刑事物をやりたいっていおっしゃってて、うん、で刑事物で近未来の SF もの ででもういろんな登場人物が右往左往するような群像劇っていうものをやりたいその程度ですかそうですねでそれから自由にやっていいからやったものは僕が守るってことこで面白いものを出してきてって言われてうわ、ん、っ <laughs> 面白いもの出してきてねで、えー、そういうところから始まってったっていうのがでそれが形になったのが サイコパスっていう形にう、はい、行き着いたって形です、ね。すごいな。もうん、ご自身から具体的にどんなアイディアをそこから提案されてたんですか。そうなんですよね。それ11年前だったんですよね。<laughs> 11年前、覚えてる範囲で。はい、いや、ほんそれこそいろいろ変わったんですよね。はい、このサイコパスに行き着くまでは初めロボットものっぽく企画も動いていたりとかしてて、うん、でうろぶちげんさんがその参加されて そう流れで大きく今回のの作品のものに変わっていったんで,そ,んで,でそれこそよりなんかディティール的なもの例えばドミネーターの形はもうちょっとどうしたらっていう時に「やっぱブレードランナーの方がいいですね」みたいな話だったり、はい、あもう元になるようなアイディアの源泉として、ね、映画のブレードランナー、ねはい、ああいうイメージとかいいよねっていうところとかを詰めてたんですけどはい、はい、なんか細かく僕が何を出したかって言われると。 11年前、まあ、そうですよね。<laughs> まあ、あとやり取りですからそのちょっとした種が相手の言葉で広がって<あ>そこからまたアイディアが重なってから<ー>これどこまでが100%自分かっいうのは言いにくいですよね。ででねなんでなんかそういう本当に複合的な,なんかいろんな人のアイディアっていうか企画に参加したアイディアってみたいなものを形にして「あっ戻りさん面白いね」って言ってくれて「GO、えー」こうっていう形が今回のサイコパスの始まり。えー になりますね。で、五、えー、が出ていくところまでは守るよと。そう、ですね。いいで、行った先の、なんか、その、いろいろあるじゃないですか。<laughs> はい。なんか、ちょっとしたこととか。うん、なんか、すごい、すごい、どうでもいい話なんですけど。えー、あの、一番初めはね、しゅうちゃんね、何でもいいから、とりが、とりあえず、リテイクにしなってこわれて。 <laughs> もう一回やり直すっていう指示しなってわざと何ができてきても理解でしちゃうです、ね、って言われたりとか？えそこでまあそ,のそ,そこでの話す内容、まあ、何でもいいんだけど、はい、出てくる言葉でいろいろ作品の方向性があのスタッフがみんな見えてくるからっていうんで、はあ、なのでとにかくよくてもなんかあまりいいって言うんじゃなくていろいろ自分の意見出すために。 ちょっと,とにかくリテイク出すっていうことから始めなみたいなこととか現場に緊張感も与えるってこともあるのでそうですねあでもそれもおっしゃってましたね、えー、はいなのでなんかそういうちょっとした本当に監督になった時の,そのより、えー、所作じゃないですけど、ね、そういう部分をあの自分が経験されてた中でいろいろ僕に教えてくださって,っていう手そうですねすごいなリテイクをこう出す勇気ってすごいあると思うんですよ あーでもまあ、もう一回お願いしますっていうもうす言い方はない,いんですそんすよ、ね、そうな精神があるからここまでやってこられたんですよね。ね別に怒れってことじゃなないですそそううん、はい えちなみに今回ですね、うん、監督の方に事前に取材をさせていただきまして、はい、サイコパスを制作する上で大切にされているポイントをいくつか教えていただきましたこちら抜粋してて読み上げていきますまずはこちら物語の側面からです、はい、まずはしっくりくる演出うん、うん、そして人間らしく一方向きな見方をしない時間軸を演出都合で長くしすぎないそして最後にドラマのレイヤーを複数重ねると。 はい言ったことなんですけれどもそうですね昔からこれは、うん、大事にしてますねこれをや,やっていかれる中で徐々に積み重ねて出来上がってきたものなのか元からのポリシーであ、うん、あまあでもやそれはやってきながら超えていくっていう部分はあるんですけど、うん、基本的には例えば自分、まあし「しっくりくる」ってなんか僕の中でいろいろ考えて出た言葉が「しっくりくる」だったんですけど。はい、あの いい感じにって適当にも聞こえがちじゃないですか。はい、で、面白くやってほしいっていうのも <laughs> 何が面白いのか人によって感性違いますね。ねやっぱりなんかこれがハマったしハまる瞬間みたいなのってんなんともこのよくい一番しっくりくるなっていう感覚になる演出をしようっていうなるほどイメージで <laughs>、うん、大体いつもしっくり <laughs> きますねっていう言い方をさせてもらいますけど、ディレクションするときは。そうか、だから自分の中で、こう演出とか、豆腐に作品を進めていこうかって悩んだ時の指針として、この言葉があると。そうんですね。はい、今読み上げ。そうですね。あと要は過剰にしないっていう意味でもあって。<ー>なんか、や、なんかこう。僕、じ、まあ、ディレクターなんで。あれなんですけど。はい なんか演出の匂いがする作品でちょっと鼻につく時があるんですよね,ね。やりすぎ感がはい。うん、狙いに言ってるなみたいな。そうですね。浦方さんの色が見えるという <laughs> 台,台本脚本が見えるという。<laughs> でもそれはそ、はい、谷さんだからこそ感じ取れるものだから。そうなんですかね。わかんないんですけど。はい、でも僕はなんかそのセリフで言っててもその文字が見える瞬間があってでもそ,それだとやっぱりどうしてもね登場人物を 表現していることにはならないか。しっくりこないわけです、ね。そうなんですよね。はい、おっしゃる通りです。言葉が、このセリフ、この人、ここで言わないよねみたいな。えー、しっくりこないよね。そうです、そうです。なんか、それが。 まあそれがまあそのもう一個あったら人間らしくとかも重なってくるんですけどもそういうポリシーがありつつ、うん、先ほどの話ちょっと戻るともともとロボットものだったとかいろんなこう設定の可能性があったとおっしゃってましたけど、はいあのー、そのぶちさんと、はいえー、あとぶ方さんもね入ってのこうシナリオライターの皆さんとそのどんなやり取りというか何が変わったんですかその彼らの。 ともにあ、まあ、例えば「一期とかはウルヴさん指導でで深見誠さん脚本で、ねはい、入ってやっていただいてたんですけど <laughs> まあそのなんていうのサイコパスの,その世界観の軸の,の流れを原案を作っていただいてたりもするので、はい、すごい何て言うんだろうな結構こうま,まず何をすべきかっていうところが明確に。 脚本から提示されてくるところが多くあって、で、それを映像表現としてどう作るかみたいなところ。の詰めをするのが、はい、結構脚本会議。ええ、やったりしてたんですよね。この映像的な見せ方も考えるんですね。えー、まあ、提案するっていうか、うこういうことやるのでみたいなところでやってたんですけども。その、そうですね、生方さんたちとはより、その一個その。ファーストシーズン、一期でできたものを、どう掘り下げていくかとか、深く。 そうですかね。あったんでなんかそこの,そのまず核を決めるそれが例えば「3期」とかテレ「プロビデンス」最新作になってきた時にもより深く深く掘らなきゃいけなかったことによるものすごい長時間の話し合いが。 隔週で1年続きました隔週で1年 ?2 週に1回。だから26回はやったってことですね。そうですね。え、そうですね。いわゆる日付超えるぐらいなみたいな。終電あるので。そこはしっかり話んないで。すごい。生活感出ました。例えば13時スタートで、22時とか、マジで。9時間何9時間話すんですか えー、なんかちょっとしたもうまあ、一個一個ですよね。ディテールもずっと。ディティールまあ、ディティールにいければまだゴールが見えてくるんですけど。そこまでたどり着かずに。そうですね。どこに向かうかとどういうそのまあ、地図を作んなきゃいけないので。はいはい。それがまあ、大変ですよね。まあ、構成だったりそこからのこキャラクター詰めというかなったりっていうの,はゼの。ゼロの状態って。 ってことですもんねそこから100にしてていいくっていう例えばそれこそ,そのなんか1個の建物でその占拠されてしまってそれで閉じ込められるからこう4階から6階へとか8階へとかまた2階へとかっていう構造のキャラクターの,その動線みたいなものを考えながら脚本をつくめ詰めていく作業があるのでなんかそういうのでなんかこうホワイトボードにこう。 地図を書きながらそこに整合性があるかとかう、ね、これ違和感あるよねみたいなのがないように潰していくっていうあとその移動による時間軸が破綻してないかとか <laughs> もうそのそうか同時進行で本当は起きるはずだからそうですそうですそうです,うですこの移動してる間にこれワープになっちゃうよねみたいなとこあり得るわけですよね、はい、出会うね途中でとかってなったら困るので、ね、ん,んかそういうところも踏まえてどうやったら一番、うん、はまる本になるかっていうのはそれこそ本当に各週に1年やってる何が一番つらいんですかその作業って 作業がつうんとね途中でパンクしそうにうった時どうするんですか窓を開けるコーヒー飲むる休憩ですねとりあえず休憩休憩15分休憩しましょうっその間どうするその15分何するんですか15分で僕は一服そうですか一休みを取ってそうすると頭すっきりしてトイレ行って。 チョコレート食べて必要ですもんね<ー>すごいな。ねはい、さあ、えー、今ですね物語を作る上で大切にされてきたことをいろいろ伺ってきましたけれどもここからは映像を作る上でのポイントもいくつか。 塩谷さんの方から教えていただいたのでこちらも抜粋して読み上げていきたいと思います、はい、まずは光と影、うん、そして背景美術は現実にない風景と現実にあるようでない風景を作る<う>そして最後に情報量を入れることで情報を消すという今難しいワードがちょっとこの映像の話は結構難しいというか <laughs>、うん、一見聞くとちょっとわかりにくいんですけどまず情報量を入れることで情報を消すっていうのはこれどういうことですか、はい、えっと まずアニメーションの大前提って、はい、あの記記号号なんですよね絵は線と塗られた色と誰かというかバックグラウンドの背景を重ねて動かしていくんですけど、はい、あのなんていうんだろうライブアクションみたいに実写の例えば30フレームがフルに動いているとかっていうことではなくって、はい、そのもか コマに落とし込めば1秒、はい、例えば24コマとか12コマとかいろいろあるんですけども、はい、少なければ少ないほど作りやすいじゃないですか、うん、絵が必要なくなるので、ね、絵が省略されていくので。って、はい、ことは基本的にアニメーションっていうのは省略する技術の<ー>技法というか、うん、いかに効率よく作っていくかこと、ね、そ,うそうですね 逆をしていこうって思ったのが、はい、その情報を入れることで情報を消すっていうことなんですか。いわ省略していく部分を、はい。 その省略せずに埋めていくと逆に溶け込む時もあるんですよねえ<ー>例えば僕らが今見ている例えば渋谷まで例えば歩くとした時に、はい、全部が見えてるわけないじゃないですか、うん、全部見てないですね何かしらにフォーカスして見ているってことは、はい、何か周りはぼやけてるんです情報量があ,あるビル見てたらこの左側のビルと右側のビルはもう視界の奥から外れてますよねあれにね全然記憶に残ってない、はいうん でだけどそこにぼやっとあるものは感じるんじゃないですか感じますねなんとなくあるなっていうそれが例えばあのサイコパスの中でやろうと思ってたのは、はい、世界観があるけど溶け込めるように情報量はどんどん入れていこうって思って作ってたので<ー>そ,その背景とかはあんまり省略しないってことですねそうですねそれは世界として存在するから入れるんですけど、はい、いっぱい入れれば入れるほど今度はそれが本当に、まあ、言葉通り溶け込り溶け込んでいくんで<ー>何を見せるか をポイントで絞って移動させていけば、うん、世界は崩れない<ー>で、それを消さずにやるっていうのが面白いな、というか<ー> SF 足りえるなって思ったので。<ー>なんか確かにこう全部見ても情報量はまあ確かに多いんですよ。見に入ってくるものも、はい、物語としてもだけど、<ー>世界観も一切崩れないし窮屈さを感じなかったんですよね。それってやっぱり監督がおっしゃってるそういうこだわりがあるから我々もなんかこう。 息苦しいとかやっぱ情報量ってどうしても疲れるところって多いじゃないですかこれが一切なかったんですよねそういうことかって今なっ作ってる時によく、ね、そのリテイクじゃないですけど知ってたのが視点、えー、移動がよ,よくないのをよく修正するとかしてましたね,ね、はい、お客さんがどこを見るかそうですねそこが曖昧だとやっぱり全体が前に出てくるんでる示唆させなきゃいけないんですねここを見てっていうはい、はい、メインの。 それがディレクターの仕事だとも思っているのでなるほどね、うん、そっかであのー、さあそ,そんな中でですねちょっと次の質問もちょっと行きたいなというふうに思うんですけどもそ<の>聞きたいことがいっぱいあるんですけどその前にですね、えー、今回なんと前回出演してくださいました木下田信親役の声優<っ>野島健二さんから監督宛てへのメッセージをいただいておりますので,ですすここで聞いていきましょう。 監督、こんにちは。お久しぶりじゃないですね。はい。えー、野島健治です。サイコパスですね。僕もギノザさんと共になんか成長している気持ちに勝手にさせていただいてるんですけど、このサイコパスという作品に携わらせていただいて、本当なんでしょう。 僕の声優人生っていうのが大きく変わって、こう、野島健治といえばサイコパスのギノザ・ノブチカだよっていう風に、何か名刺のような作品になっているので、本当にありがたいですし、なんかこう、僕の人生を監督が支えてくれている気がしますし、監督はそれだけじゃなくて、さらにいろんなスタッフの生活も支えて、ものすごい責任の中で、 暮らしてるんだなって思って、重圧でしょうけど、えー、これからもですね、えー、何十年と僕らを支えてください。よろしくお願いいたします。あ、そうだ。監督に一つ聞きたいことがあったんですけど、この間うっかり聞き忘れてしまったんですけど、あの、プロビデンスの最後の方に出てくるシーンで、なんかこう、大きな恐竜の骨のような何かがあったシーンがあったんですけど、あの骨って、 何の骨でしょうかえっと、なんか既視感はあるんですけど、どうしても思い出せないのか、初めて見るのかわからないんですけど、ラストシーン近くに出てきた大きな骨の存在理由を教えてください。というわけでございまして、野島健二でした。監督、頑張ってください。バイバイ。はい、野島さん、ありがとうございます。いかがですかありがとうございます。いや、優しいですね、野島さんは。骨は何ですかって聞いてますからえっとね、あ、あのー、 それは多分最ラストのクライマックスのアクションの中で白っぽいその、うん、敵の拠点になっている場所にある巨大な骨っぽいもののことをおっしゃってると思うんですけどこれ長くなりりますすすよ <laughs> い<や>野島さんもっきると思う、ね、省略しますけど、はい、あのまずあそこの,そのドラマ上を敵が拠点にしている場所っていうのは人その オートメートっていうか人のが一切手を触れなく作られた工業地帯っていう設定で要は AI 自体がどん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  AI の中でどんどん進化を遂げていくっていう場所それがまた人が紛争を起こすことで止まってしまった都市だったっいう説明があるんですけどもその過程の中で AI は何を作り続けていく生み出していくんだろうなって自分で考えた時に結局肉体だったり生命に近いものなんじゃないか。<laughs> あそうななんですかかパイプとかだけじゃなくて、はい、例えば今 AI のなんか話って結構世間でも話題になっている時に、はい、それはなんかこう例えば正しい答えの指針としてなんかこう教えてくれるものだったりするじゃないですかでもそれを結局行動にして動かし始めるのって人間がもちろんやっていくことででも人間がいなくなればいないっていう過程の中であれば自分たちで肉体を求めるんじゃないかなって思って出して 何かしら肉体を作ろうとしている途中段階だったものがあの骨のイメージというか想定で作りましたあのー、それってまあ 野島さんはずっと作品に関わってるからやっぱ気になった部分もあると思うしご覧になった方で何度か見て気になってる人もいると思うんだけどんかレイヤーを重ねるっていうのを一つテーマにしてましたけどやっぱそういうことなんですかその見る視点が変わるというかレイヤー重ねるって英語でレイヤーって層ですから層を重ねるいろんな層があるわけですよね物語にはそうですねまずドラマとしてスッと普通に見てて分かるものっていうのは一番手前にあるレイヤーなんですけども目を凝らして 中層とその奥とかって見ていくと、うん、より今僕が例えば説明していることって、うん、その物語の本線からするとそこまで必要じゃない、ね、知らなかったとしても話としては理解できますよ、ね、るですだけどよりよく何なぜここにこれがあるんだろうって疑問を持って想像していっていくと、うん、全部点があるのでそれがどん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 自分の中でこうキーワードを詰めて下す線になるような作り方をしている<ー>でもそれって本当に。 その一番手前のレイヤーじゃない、必要ないものなので、気づいてくれる人には気づいてくれるっていう。深いそう、物語も作っている。ので何回見れば見るほど、スルメのように。味が出てくる。もし、気づいていただけるんであれば、そういう楽しく方もできるよっていう、そうしかけ、ほかにもいっぱいあると思うんですね。そうですね。はい。これは一つの理由だけ、あの一つの事象だけで。あ、そうですね。なるほどね。あの、ちなみに、えっと、鴻上信也、まあね、今。 あの、はい、まあいっぱい登場しますし最初のテレビシリーズも中心になっていたわけですけれどもあのどういう人物として最初描いて今どういうふうにこう感じてますか彼について鴻上は本当にどっちかというとその何て言うんだろうヒーローに近い存在感だったのでその自分の中,中ではすごく憧れてなんかなんていうんだろうな その誰かをなんかこう引っ張っていく人にしなきゃなっていう考え方でいろいろ作っていったのが彼のその時にその自,分自分の中ですけどその関さんの,あの声、はい、キャスティングも含めて、はい、関さんだなと思って。ええええ それがピタッとはま。はま<浜>。しっくり来たわけです、ね。しっくりきました。はい、<laughs> なるほどね。<laughs> はい、ちょっとまだまだお話を伺いたいんですけど、あさかちゃん。はい、ここで曲を聞いていきたいと思います。こちらテレビアニメサイコパス3のエンディングテーマとなっております。コシュニエでブレットです。で、クロージングミュージックアップサイコパス。はい、ということで、コシュニエでブレットをお聞きいただきましたけれどもね、はい。ね。ね。 さあってことでここからはサイコパスの現在から未来へと旅立ちましょうサイコパスの輝きに迫るステラーワードは「ちりばめられた謎」はい、えー、まあもう最初のテレビシリーズからは11年ですから、えー、劇場版最新作も今絶賛公開中ですけれどもあのー。 こ,れなんでここまで支持されてるか、まあ、作る本人が言うのも難しい話かもしれませんけども、ね、まあ聞くのも、ね、こちらも酷ですがいいあのどうですかなぜこう支持されていそうですねまあそのやっぱ各登場人物がものすごく人間らしいというかそれぞれすごく生々しい感覚で感じ、うん、にできたりとか、はい、っていうのが一個あると思うんですけど、うん、それとやっぱりなんかこう 現実の社会で起きてる問題なのかそれがすごくなんかこうもちろん100年先の未来を描いてはいるんですけどもその現実の問題ともちょっと重なる部分があるので、うん、興味を持っていただけるのかなっていうのは、うんうん、思うことあります。あとそのずっとシリーズを拝見してて思うのは人のその役割とかも含めて変わっていくじゃないですか、えーえー、だかだらそのの辺なんか。 まあ上下があるというか人のその自分のその立ち位置も含めてどんどん役割変わっていく結構珍しいなというかそういうところも人間くさいなと思うんですよね。それによってこうシリーズというかものによっては主人公も変わったりもするのでそれは描きたいドラマに合わせて見せていってるっていうかそこがまたなんかすごくこう幅が広くなってるというかねいろんな見方ができる。 え意味でもファンにもすごくいいんじゃないかなというふうに思うんですけれどもうあのー、現実社会の問題と特に今昔のものを見てもなんかもう先取りしてんじゃないかと思うようなことがたくさんあるんですね。んなんか預言者ですかって思うんですけど <laughs>、ね、あのでもなんかその社会問題をやっぱりもともとから意識したり浮き彫りにしようとしてなかったら多分そういう作りにならないと思うんですけどどうですかそれはあったと思いますね。あのー、例えば 息の時とかは本当にそのこの作品の中だと犯罪係数という言葉が出てくるんですけれども数字にある程度こう人間がコントロールされていき、うん、犯罪っていうものが数値化されてしまったら個人、はい、に防ぐっていうね、はい、設定ですけども。はい、でもそれは本当に当時例えば SNS が流行り始めてすぐぐらいの時期だったりもしたんでフォロワー数だったりとかにちょっとこう過敏になってみたりとか食に,、はい、に関しては。 カロリーを気ににし,しすぎちゃうとかにもあったりとかっていうことがもし別の方向でその犯罪にっていうところで出たアイデアが犯罪件ったりするのででもその時点でのやっぱり現代社会、まあ、当時のね現代社会の問題点みたいなところをやっぱりあぶり出していくっていうところがまあ種にはなってるわけですね。うだなんだ なるほど読、まあね、ん,んでますねばらしいです、ね。さあいろいろお話を伺ってきましたけれども現在ね最新作となります「サイコパスプロビデンス」が公開中ということでこちらの作品を制作されるにあたってポイントは本当にもう。 いろんな登場人物が出てくるんですけれども、はい、それをこうその例えばなんかこういいものとか悪いものとだけ判別して描くことはせずにその多面的にちゃんとこう一人一人の人間としてちゃんと表現してあげようっていうところで作っていったのが今回の映画より今までの中で一番大事にして作っていったのがそのいうことですね、はい、なるほどね。まあ、やっぱりその しっかりらそうですね、まあ、集中してなんかちょっといやらしない人たちにお金を払って来ていただいてるので,、はい、でそれにちゃんと見合ったものを表現しなければいけないのでそれこそそのスクリーンに合った画面サイズに合わせ合わせた作り方っていうものをすごい意識して作ったのはありまし、ねはい、あとね前回野島さんから監督が作品の中に100個ぐらい謎を入れ込んでいるというふうに言っていたんですけど <laughs>、はい、これ本当。 まあ、行ったら100行く、まあ、もそれはこだわってるところで、なんか、なぞなぞみたいに、気づくかなっていうことではなく、はい、<laughs> 隠れなんとかっていう話じゃないわ、そうですね、はい、あのこだわった点がで、それが、まあ多分その、レイヤー的にいくと、ちょっと中層だったり、より深い層になってるので、のえー、何度も見に行ったら、より分かるようなところ、もしくは、ずっとシーズン追っかけてる人は、より分かるところそうです、そうです、ああって重なってるなとか。はい あのセリフはもしかしてあそこから来てたなとかなんかヒントありますか一つぐらいこれからもう二度目を見に行くような人に向けてっていう、うん、いやなんか見る楽しみを奪ってしまうので、はい、なかなか言えないんですけど、はい、なんか深いところは言えないんですけど、ええ、あのそうだなヒントでもいいですあいやなんか絶対きまあ一個分かりやすいというか、はい、でいくとあの普通に見てると気づかないんですけれどもとあるシーンを見るとその主人公が今回 常あかねとか鴻上真也二人いていろいろドラマが起きてこうなるんですけど二、はい、人があの手錠してるシーンがあるのでいやこれ絶対普通に見ると気づかないんですけども二、はいはい、人が手錠でつながっているシーンカットがあるよ、うん、どこでしょうっていうのが<え>多分気づかないしものかなって思います。え 気づかないです。個人的には、茜ちゃんの敬語が減ったなっていうところが個人的に刺さりました。立場変わったから。ね、なんかちょっとこう、そのお互いバディに近くなった経験を積んで。その成長を感じられたのが、オタク的に嬉しかったっていうの。いや、もう、これはもう、この後、あの夜の会に行く人が多いんじゃないでしょう。かもう一回、皆さん見に行きましょう。はい。というわけで、いろいろ話を伺ってきましたが、塩谷さんのご出演はここまでということで、改めて。 ファンの皆様にメッセージをお願いいたします。そうですね。あの気がつけば10年11年とあのサイコパス作り続けてきておりまして、で最新作のプロビデンスがあの今も劇場で公開中です。はい、ぜひあのこの10年下手からこそ作れる映画になっていますので、うんうん、その今のその現実のちょっとこう自分たちの中で起きている問題にも重なっているようなテーマも描いております。ぜひまだの方も その僕が言った何かヒントからもう一回見てもらいたいところもあるので引き続きサイコパスの方応援よろしくお願いします今日はありがとうございましたということで改めて潮谷さん今日はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました続いては「ミュージックライブラリー」いきます1曲いきましょう現在公開中の劇場版「サイコパスプロビデンス」のオープニングテーマです「リンとしてしぐれアレキシサイミアスペア」 リンとしてシグレー、アレキシサインやスペアですね。まあ、あのー すごいこれ映画のオープニングでも印象的だったんですけどミュージックライブラリーナビゲーターこの方ですはい富田浩でございますよろしくお願いいたしますはい遜色ですけれどもこの楽曲の解説お願いしますかしこまりましたもちろんね映画プロビデンスのオープニングテーマでございます、うん、これタイトルの元になっているアレキシサイミアというのはですね質感情症のことなんですね、うん、まあ自分の感情とかあとは湧き上がってくる情動への気づきとかあとはその感情の言語化に関するまあ障害であったりとかまたはその 性格特性のことを言うんですけれども、まあ、言うなればこの楽曲言語としてこう,うまく表出できないさまざまな感情が、まあ、内省的な叫びとなって小嵐のように渦巻く、えー、抑圧された嘆きの精神性を美しくそして過激に描いた、えー、もうまさに改作、まあ、今まで凛としてしてくれる数々の最後パスの主題歌担当してきましたけれども過去最高傑作じゃないかなってやっぱり改めて思いますね。 まあやっぱりあの制御と暴走であったりとか、あとは緊張と緩和であったりとか、そういう、まあ、サイコパスのまあ作品性とも重なる、この二律背反する感情の過激な衝突と、あとはこの美しさみたいなものを貫く音楽性は、相変わらずやっぱり唯一無二だなと、ねはい、この音楽がオープニングになった時に、えー、はいこの映画はカオスになりますね絶対これもう、何かが起きるし、<laughs> そうもうこのオープニングとして予感させるにしては、うん、あまりにも情報量も多いそうなんですよ。よ <laughs> かなりこう打ちのめされる感じのオープニングから始まるという感じありますよね。 ねえ、えー、アーティストについてもちょっと触れましょうかね、さん、ね。改めてになりますけれども、まあ、ボーカルギターの TK さん、そしてベースボーカルのミオコさん、そしてドラムのピエール中野さんの3人組でございますね。2002年に結成されているので、はい、そう、もう20年以上になるんですよ。で、作詞と作曲と、えプログラミングなども、えすべて手掛けている TK さんが、まずデモを作り上げて、はい。はい、だからもう、これも、デモの段階で、まあ、独創的な音像がもう仕上がってる。これはまあ、TK さんのソロプロジェクトを聞いていても、よくわかる、うん じゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、そこに見ようとなかのの超絶技巧で魂をこう吹き込んでいく、うんうん、そして完成する音楽性はまさにここの存在感。うん、えー、日本のロックバンドの中でももう最強のアンサンブル、うん、3人組の一つだと私は思っています。でスタイルとしてはもうとにかくストイックでアグレッシブそして、うん。 プログレッシブである。<laughs> そうですね。はい。美しくも凶暴なサウンドと繊細な歌詞から、その芸術性の高さも評価されているんですけれども、はい。実はやはりこの TK が描くシグレのメロディーは、もうとことんポップでキャッチーである。うん、これも特徴だと。そうなんですよね。うん、カオスな音楽の割には、はい。はい、実はすごくメロディーがポップなんですよね。そうなんですよね。うん、だから、いわゆるサウンドだけで切り取ってしまうと、例えばポストロック、ポストハードコアとか、マスロック的な、まあ前衛的かつエクストリームな音楽性であるにもかかわらず、うん、実は3 に共通ししてていいるるのは J-POP を非常にリスペクトしていること、うん、そしてルーツであることとを公言していること、まあ、ここにもある種美学を、うん、え非常に感じるんですよね。だからメロディーなんだ。そうそう。まさにこのメロディーが際立っているというところですよね。うん、このハイブリッドな音楽的感性が今やもう本当に国境を越えてグローバルな人気にも繋がっている、まあジャパンオリジナルなロックサウンドにもなっているんじゃないかなというふうに考えています。うん まさにですね。はい。まあそこにやっぱりこうテーマをやってもらうっていうところに、なんか思いと資産がありますね。うん、まあ正直、ここまで相性のいいバンドいますかっていう感じもありますよね。うん、もちろんね、今まで数々、さまざまなバンドであったりアーティスト、サイコパスの主題歌担当しておりますけれども、はい、やはりこう、印象を決定できたのって凛としてしぐれのサウンド感じゃないかなというふうに改めて思います。うん、はい ここで、リントしてしぐれの楽曲をもう一曲聞いていただきましょう。えー、テレビシリーズ2のオープニングテーマです。リントしてしぐれで、エニグマティックフィーリング。The opening music of c y c l e Pass 2, リンとしてしぐれ with エニグマティックフィ e リング。Psycho Pass 2のオープニングテーマですよね。エニグマティックフィーリング。はい、これは、についてはどうでしょう まあタイトルの意味をまあ考えると得体の知れない感覚っていう感じですよね。<laughs> ですね正気だと思っている自分の中に芽生えた狂気とか、うん、まあさらにまあ神的な存在、まあ、この作品でいうとシステムみたいなものであ,、ね、あとは重要なこの価値判断みたいなものがいろいろありますけれどもそういったものに対してこう自問自答を繰り返す悩みながらのたうち回るようなこの歌詞最高にサイコパスしてるなと。 <laughs> いうふうに思うんですよね。うん、これ歌詞だったりとかテーマ性も含めてなんですけども。うんうん、で曲としては、これも個人的にですけども、完璧にデザインされたこのギターリフ。うん、これはもうかっこいい。 濃くて美しい。そしてこの輪郭線のしっかりと取れたバンドアンサンブルはメインとしてシグレスサンドの完成形の一つだと個人的には思っています。ま,あまさにこの成長の部分と乱調がこう交互に連続する精密なギターとベースのプレージングとピエール長野さんのこのジャズ的な要素も加わったこのイマジネーションに満ちたこの歌ってるみたいなリズムアンサンブル。これの融合素晴らしい。そしてこの美しく叫び続けてるツインボーカルとの絡み合い。これシンガー的にどう どうですかちゃんなんかね、あのー、そもそも音楽的に美しい、うん、そして狂気的、凶暴的、これが全部共存し合ってるのって、とんでもなく高テクニックな、難しいことだよねめちゃくちゃいろいろボーカルとしても、演奏する側としてもテクニック求められると思うんですけども、うんうん、ライブでさらっとそれをこなすんですよね、涼しい顔で、なんの顔もなく、もスっと歌いのけるところが、やっぱり、ボーカルから見ても、いや、そこ、顔、ちょっとさ。 ここきついいと思ながら歌あるんですよ一切表情出ないんですよねそういうところも含めてプロだなってねまあストイックさみたいなことかあとやっぱりちょっとミステリアスな要素意外とピエールながら m まは面白い感じだったりちょっとねそうね基本的にねそったりちょっとありますどするんですけどもねいやでもなんか何なんだろうねこの「サイコパス」っていう世界このアニメの設定って日本だけ平和なわけじゃないですか作品的そうそう作品的には。 まあなんかこのサイコパスな感じ、うん、<laughs> それが音楽にも表されてて、全然平和な感じじゃないじゃないですか。ないですね。うまく出してますね、その辺の世界観がね。<laughs> でもなんか僕これをすごく内省的な表現で歌詞で表現してるし、うん、あと僕ね、リントしてしぐれの、このボーカルのエフェクトリバービーな感じとかエコーな感じが。そう、ギターのリフもさっきおっしゃったんですけど、はい、この場合はこれエコーですかリバーブですかエコーとリバーブ、これエコーかなエコーかけてる感じですよね。うんうん、この感じが、外に向かって叫んでるというよりは、非常にこう内側に向かって って叫び、うん、脳内での、なんかこう反復だったり、呪文自答みたいなものう,ん、そうやっぱ表現してる感じと。ちょっとネタバラシ言いそうになっちゃったけど。<laughs> <laughs> 危ない危ない,危ない脳,内脳内ですか脳が上に行ったり下に行ったりとか、するそこまで。<laughs> それしか何も言ってないですよ。なね、具体的には何も言ってないですね。そうですか。 ねということで、ミュージックライブラリー。いやー、終わりの時間近づいてきちゃったなあ。あっという間。あららまんな、あらマまんて。えー、凛としてしてくれ。えー、最初のテレビシリーズのオープニングね。はい。えー、アブノーマライズ。 ちょっと、ちょっと説明を。そうですね。改めて、まあ歌詞のテーマ的に、まあこれでもね、結構 TK としてはフィーリングで書いてるところはあると思うので、まあでもあえて言葉にするとしたら、まあ例えば真実とされて、真実とされていることとか、あと目の前に見えているものって果たして存在しているのかなとか、あとは異常なものが全て普通に見えてしまう世界観、価値観みたいなものとかをかなり鮮烈な言葉で表現した楽曲でもあり、あと、ホログラムってね、作中のキーワードなんかも散りばめられている、はい、歌詞になってたり、 も,していますもうねこの曲聴いた瞬間にも,もうその鋭い切っ先の鋭利な演奏と歌声が。 火花と轟音散らしながらずっと連続してるみたいな、うん、まあそういった楽曲になっていて、あでもね、これね、実はこの曲からエンジニアのね、高山徹さんが参加していて、はい、そう、もうかなり名称なんですけども、うん、あの、輪としてしてくれてカオスな魅力だったところから、うん、バンドアンサンブルの輪郭みたいなものがすっきり見えて、さっきのエニグマティックフィーリングも同じエンジニアさんが担当しているんですけれども、ね、このあたりかなり意識的にテレビアニメにも寄せて作ったりもしているので、うん、そのあたりもちょっと注目して聞いてほしいと思います。はい、感が出ててるってことね そうですね。はい、それでは聴いてください「りんとしてしぐれ」で「アブノーマライズ」はい聴いていただいてます「アブノーマライズ」ですけれどもメッセージツイッターいただきましたカリカリウムさんですけれども「捕まえに来い」だったもんね茜ちゃんもそして鴻上もあの時はあの時放った言葉を忘れていなかったんだエモイヤーと めちゃくちゃよかったですよでもあかねちゃんってこう、本当に正義感が強いから見ててちょっと苦しくなる場面も正直あったんですよ映画も含めてめちゃくちゃ多かったもうね、これ以上頑張んなくていいよって親目線で見て当時私サイコパス見た時って学生だったので10年経って多分同い年がちょっと上ぐらいで見方がちょっと変わってきちゃってかっこいいお姉さんだなと思ったのがいやもうちょっと休みなってそれでも頑張る。 苦しい中でも私は絶対にめげないんだって、うん、諦めない気持ちがあ、かしじゃないところなのかな、うん、と思いつつ一呼吸置いてって思う、うんうん、それを皆さんがどう捉えてみてるのかっていうのをちょっと聞きたい <laughs> みんなどうやって見てたんだろう,う、ね、今回の映画見るとね3の明か年のことも分かりますし、ね、そう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 ただやっぱり3期をもう一回見直して映画をもう一回見たいと思いましね<ー>結構その3期が割と鍵を握ってる感じだったのでそうですね い当おもろいわ。ということでサイコパスという名の惑星へ旅してまいりましたアニメステラー。 お別れの時間近づいいてきましたはいえー、次回のお知らせに参ります次回は「青春豚野郎」シリーズの最新作「青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ない」を2週にわたって特集いたしますこちら6月20日のゲストは原作の鴨志田はじめさん、うん、27日のゲストはあずさ川楓役の声優久保ゆりかさんですそして7月4日からは2週にわたって「機動戦士ガンダム彗星の魔女」を特集いたします皆さん。 そして今日の放送は放送終了後1週間いつでも好きな時間にアニメステラーのホームページ聞き逃し配信と NHK ネットラジオ「ラジルラジルでお聞きいただけますアクセスをお願いしますそして放送終了後のアフタートークも公開中でしてポッドキャストのアプリで「アニメステラー」と検索してアクセスしてくださいはいということでお届けしてきました富田さんねやっぱりこうなんか音楽も鍵を握ってる作品ですね、うん、やっぱり情報量をどれだけみんながこう解析できてひも解いて自分の中に落とし込めるかっていうのは音 音楽に込められたメッセージもそうだし、この作品性に関しても全く同じことが言えて、うんね、結構100人が見たら100通りの答えというか、うん、考え方に行き着くんじゃないかなと思ってます。ま理小説的な要素もあるしね。まさにそうですね。うん、さっきの AI が最終的にこうなんかね骨をなんか生物をあれちょっと、ね、考えで考えで。ちょっとズワってしました。ズワっとしました、ね。結構気づいてる人いたついた見たら、あ本当素晴らしい。 すごいな、面白かったということでそろそろあれお別れの時間近づきましたねではここ、えー、までのお相手はさッシャとさかとミュージックライバリーナビゲーターの富田明宏でした Next Week we will invite you to another journey of Japanese animation see you again!